ま、今日の御言葉全体を通して改めて私たちの改心の道を照らす第一の朗読はね、夢なご変容の場面を照らす、ね、ある解釈の木を与えてくださいます。アブラハムは信仰ですね、信仰の父けど信仰のイメージ。だからこの三人の兄弟、この三人の弟子、イエス・キリストの一番親しい弟子、ある意味では私たちは信仰の道は歩んでました。キリストと共に歩むことによって自分の信仰の歩みをしていました。彼らの目的はイエス・キリストを血を流すまで、命をかけるまで、証しをすることですね。彼らの、運命はね、神様に定められた運命は、召し出しはこれでした。で、呼ばれて、そしてキリストと共に歩みました。アブラハムも私たちもある約束を私たちがもらった。この歩みを始め出した時には私たちは一つの基本的な約束をもらいました。あなたはヤウェのしもべの姿を浴びるだろう。イエス・キリストと同じようにイエス・キリストのうちにあなたは相手のために命を懸けるだろう。敵を愛するものとなるだろう。それは完全な人間であり、この世はこの証、この互いの愛、この相互の愛を見ることによって救われるだろうと。私たちはこれ簡単な約束をもらいました。で、その約束に基づいて歩み出した。でも途中で丘の声は拝んできた。この唯一な大切な重大な約束を隠した。別の約束、 あなたは元気になるだろう、あなたは良い信者になるだろう、あなたの性格が変わるだろう、そして相手の性格も変わるだろう、あなたの結婚は立て直すだろうとか、あなたの息子、あなたの娘はこういうものになるだろう。全ては素晴らしい約束けど、基本的な約束と違う。全ては霊的な約束さえも実際に物質的なこの世のための約束でした。神様から与えられている約束ではなかった。だからアブラハムはそうでした。アブラハムは間違いました。アブラハムが疑った。どうして？神の約束を理解しなかった。なんとか子供が与えられるだろう、地が与えられるだ、土地が与えられるだろうが、どういうふうにそれが実現されるか。だから私たちはキリスト者になる、神のイエス・キリストの姿を浴びる、神の子となる。で、神の子は何ですか？やっぱり、ちょうどキリストが十字架に貼り付けられた時に改めてそれについて誘惑を聞きました。神の子であるならば降りて信じてあげよう。私たちはそちらに入ってしまいます。神の子であるから娘は違うものにならなければならない、改心しなければならない、息子は信者にならなければならない、教会に戻らなければならない、そしてもちろん体の健康、いろんなこと。私たちはこういう約束をもらっていませんでした。だから途中で何回も神様が私たちに現れます。この天霊、この毎週の水曜日と土曜日の天霊は今日の福音と第一の朗読と全く一緒です。私たちはなんかね、その約束を忘れ、自分なりにその約束の解釈、そのキリスト者の生き方の
イメージとか作って、そして逃げてしまう。で、クリストは、ね、タボルの山の上に私たちを連れ、この御言葉の再現、この感謝の再現に、改めて私たちに語る。だから御父が彼に耳を傾けなさい。悪魔ではない。あなたの解釈のではない。彼に聞け。でも彼に聞けと、ちょっとね、今日の福音をちょっとだけ進んだら、すぐへ、タボの山を降りた時にはクリストが何を言う？何を聞かなければならない？神の子、あるいは人の子はエルサレムに向かっています。そちらでは十字架に避難されて、侮辱されてなど、そして十字架に貼り付けられて死んで復活した。それはわからない。彼らは弟子、この弟子たち、ご変容されたクリストを見た弟子たちはそれを信じなかった。信じなかったというか分からなかった。彼らのメシアのイメージ、彼らのもらった約束の内容の実現は違う。エルサレムに行ってみんなに拍手されて、はあ、あなたがメシアです。そして、はあ、あなた方はメシアの弟子。どうぞ。神殿はあなた方のためです。しかし、エルサレムに入って、やっぱりみんな拍手したでしょ。で、ちょっとしたら、すべては終わった。彼らが逃げた。彼らが最後の晩餐のその部屋に土地を持って閉めて怖かった。でも今日、改めて、神様が私たちを呼び寄せた。改めて、さあ、出ましょう。出よう。お空見て。何を見るんですか？あなたの人生を見なさい。そしてキリスト、その肉を見てください。イエスキリストご自身の肉、あなたの実際の人生を見て、その中では私の約束が実現されます。私の愛、あなたに実現されます。そのままであるあなたの中で、私は神の子を産む、作る。あなたの弱さの中で、あなたの惨めさの中で、あなたのなんか矛盾の、ばっかりの考えの中では、私は少しずつ神に見せている神の子を作る。私はこの約束を全うまで、あなた、全うするまであなたを導く。で、私たちは今日何を見る？私は敵を愛していません。私は悪に悪で答えます。私は誘惑に陥る。など。そして、アブラハンと同じように、その子はどこにいるんですか？もう40年前から歩んでいるのに。聞いたけど。で、神様が、私はする。どうしてまだしてない？アブラハンは何を捨てたの？神様が何を言うか、これ不思議、素晴らしい。それは、どうやって私は分かる？どうやってそれを信じることができるのですか？で、何をしたの？神様が。彼を寝かせた。彼が何もしないような状態に導いた。置いた。置かれた。すべてが私が。契約はあなたのではない。私はすべてする。あなたではない。だから、アブラハン寝てしまった。同じように弟子たちがそのタボルのところでは寝た。そしてゲッセマニにも寝た。そして彼を裏切った。どこでペテロが本当の使徒となったんですか？イエス・キリストが復活して彼を探しに来て、あなたは今分かったでしょ。あなたがふさわしくない。私を裏切ったでしょ。だ。これから私の羊を牧しなさい。これは私たちの信仰の道。すべての恐怖たちは、こう言ってるね。あなたはまだ洗礼を受けることにふさわしくない。どうして？まだ自分で努力をしています。これは異端でね。初代教会では、自分の力で善を行うと思った人は、ペラージョ例えば、異端者です。ここは全く恵みです。だから、まだまだ、私たちが自分でイスマエルを作ろうとしています。まだまだ自分の解釈に基づいて生きる。でも、神様が今日、今晩、改めて、
落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、慌てないで、私は約束したことをあなたに実現します。いつあなたがもう全くできないという状態を認めると、私は本当に何もできない、口先ではないえ、口先だもんみんな言うけど本当にそうじゃない、いつもアレンジする、いつもね、いろんなことを片付けようとしています。そのまま全てを認めていません。だからいつそれはなる、娘をそのまま神様に委ねるとき、自分をそのまま神様に委ねるとき、いつこれわからない。神様が知っています。私たちの弱さに応じて私たちを導いています。私たちプレッシャーしない、私たちにはなんか、無理やりに何もさせられない。彼が私たちと共に歩んでいます。改めて今日ここに現れます。そしてまだ次の祭儀に改めて私たちを訪れる。じゃあこれからまだ歩みましょう、まだ歩みましょう。そしていつか完全に死ぬ時、手を広げて命をかけます。いろんな人のために約束されたこの素晴らしい神の子の姿を浴びるだろう。この姿を浴びていることによって天国に入るだろう。